ました。何の用事だ？何の用事だ？何の用事だ？何が聞きたいんだい？大阪の西洋病院。さようでござる。正式には聖イスパニア養生所。そこに大柄で腕に入れ墨のある異国人が運ばれたそうでござるぞ。それロベルトじゃないか。よかった、病院に運ばれたんだったら安心だな。待って、ソキ、聖イスパニア養生所って名前が引っかかるわ。まさかルイス・フロイス。どうしたのさ、一人でボケっとしちゃって。アリンちゃん、ソーキとお初に遠慮してるのかい？そんなんじゃねえよ。あの二人見てるとちょっとばかし羨ましくなるよ。あたいの場合はあっちがいつまで経っても気づいちゃくれないからね。アリンちゃんは天界のことが好きなんだな。はっきり言うじゃないか。で、あんたはどうなんだい？早期のことはさ。アオニーのことは大事な仲間だし、兄ちゃんのように思ってるけど、これって惚れたとかどうとかの好きじゃねえよな。わかんねえや。若いねえ。そのなりで言うなよ。ジュベ、ジュベ、大阪に急行だ。ロベルトの居場所が分かった。よし。ソーキ。あ？妹にも構ってあげな。すっかり拗ねちまってかわいそうに。あ、アリンちゃん。は？
驚異的な破壊力のみなもと見せてもらおうかの。じゃあ行くか。はいはい。力づくでも返してもらうわ、ルイス・フロイス。どんな実験を始めようかの。わしの邪魔をしろ。当たらねえよ。そばに来てくれ。了解。
お逃げくだされ。私がこの現場、ローゼンクランツの動きを止めている間に早く。ロベルト、もう10日も眠ったままだ。ああ。心配でござるな。ひどい仕打ちだよ。内臓までガタガタさ。生きているのが不思議なくらいだよ。私が看病する。みんな起きてる？ロベルトの意識が戻ったわ。ロベルト、わかるか？腹減ってるか？なんか食うか？本当によかった。お前たちが俺を助けてくれたのか。当たり前だろ、仲間じゃねえか。十兵衛の言う通りだ。そうか。気にすんなって。で、あれ？ロベルト、日本語喋れるのか？ああ、隠していてすまない。実は。いや、まあいいや。その辺の事情は体調が万全になってからで。そうだよ、意識が戻っただけであたいは驚いてんだ。あんたすごい生命力だね。まだ動ける体ではないから、とにかく今はゆっくり休んで。私の顔に何かついてるかしら？いや、なんでもない。